はい、皆様、駒場の地までどうぞよくぞ、いらっしゃいました、我々カルカルカルカスと言います、カルカルカルカスの名前の由来は、カルカールという動詞がありまして、ご存知の方いるかもしれませんが、真似するという意味であります。で、カルカスの曲を演奏するコメントです。カルカス、カルカスが大好きですね、僕。その曲をもう演奏したいばかりこのコメントを作ってしまいました。1曲目は、チュルパラという曲を演奏します。チュルパラ、この曲はワンヨというリズムで、ご存知の方いらっしゃると思いますが、ワンヨというのは普通はまあチャランゴがチャチャチャってすごい踊る感じの曲なんですけども、この曲はちょっと不思議な感じでですね、こうテクニカルといいますか、弦の3人が見せてくれるような、曲になっております。スピードチューンですね、はい。マイクはまだですね、そうですね、このロスカルカスなんですけれども、今年、去年、40周年記念を迎えまして、CD を出しております。そして、今年来日が来年来日が決まっておりますので、ぜひ、私たちの曲を聴いて、カルカスいいなとか思ってくださる方が一人でもおりましたら、はい、6月にカルカス来日しますので、ぜひ聴きに来てみてください。1曲目はさっき言ったね、チュルパラですね、はい。インストゥメンタルな曲です。チャランゴとロンロコのテクニックに耳をそばだってください。はい、we'll be right back.
ありがとうございます。チルパラという曲でした。いつもよりゆっくり始まったのでちょっとメンバーびっくりしておりますが、続きましての曲は何だっけ、ムチャチャデオホストリステス、という曲です。アイレレクエッカクエッカ風のリズムに乗せて演奏させていただきます。この曲は歌が入っておりまして、ハキハキと筋肉ルールな演奏をします。ちょっと緊張しているので飛んでしまいましたが、マイクの準備がまだのようなので、ロスカルカスというグループなんですけれども、ボリビアのコチャバンバ出身のグループです。で、結成が1973年頃で、もう40年の歴史があるわけですが、その、グループで、とてもメジャーなリズムが、サヤ、もしくはカポラルの曲 と、ワイニョであったりティンクであったりですね。で、アイレでクエッカというのもそのうちの一つとなっております。では準備はいいでしょうか。それでは演奏したいと思います。という曲です。トゥパク・カタリは、トゥパク・カタリという人がボリビアに昔いまして、
そうですね、この人はまあボリビアで英雄のように称えられている人なんですけれども、このトゥパック・カダリ自体も英雄2人から名前が確か付けられていまして、トゥパック・アマル2世、コンドル・カン知っている人いるかもしれませんが、そのトゥパック・アマル2世コンドル・カンキのトゥパックと、なんだっけ、カタリ、トマス・カタリという人の方に踊ってトゥパック・カタリという、名前になったそうです。はい、このトゥパック・カタリという曲なんですけども、ケナンジョ3代で演奏します。そうですね、低音から、淡々と進む曲なんですけれども、次第にこう軽音とかが、入ってきて、だんだん盛り上がっていくというトゥパック・カタリの人生を、称えた曲となっております。皆さん、自由に想像しながら、トゥパック・カタリという人をちょっと想像してみてください。
ありがとうございます。バック語りでした、はい、緊張しました。はい、次の曲は、ニニオステアメリカという曲です。ニニオステアメリカ、どういう意味かと言いますと、アメリカのニーニョ、アメリカの子供たちという意味ですかね。こうした場合、アメリカといった場合には多分南米の人たちは、アメリカ合衆国っていうすごいぶち切れると思うんですけど、アメリカと言いましたらおそらく、南米もしくはアメリカ大陸全体のことを示していると思われます。歌詞の中でも、アデランテアデランテとかエスペランサとかこう希望に満ちた歌詞でして、そうですね、アメリカの人たちに幸あれみたいな曲なんでしょうかね。明るい感じの曲になっております。はい、では最後の曲となってしまいますが、いつも通り演奏したいと思います。
はい、新川式アメリカ。